クも、まあ、もうバントはないようですし、はい、おっといいフィーリング、ここでも出ました山崎伊織、自ら取ってピンチ脱出。ランナー二塁一塁、先制のチャンスをもらう形になりましたが、キャッチャー小林、セカンド送球、ランナー挟まれてタッチアウトです。堂林戻れず、ここはキャッチャー小林、好送球がありました。来た、スタートして見逃しの三振、そしてセカンドはアウトになりました。小林さすがです。スタート切って岸田の送球はアウト、判定はアウト、岸田が盗塁さしまして3回の表ゼロに抑えています。高部走って岸田の肩、どうだ、アウトです。ここは岸田の肩が勝りました。ランナー出しましたが、一昨年の盗塁王高部のこのスチールをしっかりと岸田が刺しました。おっとスクイズできた、岡本の前飛び込んだ、アウトになったか、アウトになりまして三塁に送ってダブルプレー完成。昨日の梶谷に続いて今日も守備で流れをつかむのか。4回の表0点に抑えましたグリフィンです。その岡本にも打席が回ります。まだ拍手が鳴り止みません東京ドーム。いやー岡本のダイビングでした。いや今の回のね、このノーアウト1塁3塁で0点っていうのは巨人には流れがぐっと来そうな感じがしますよね。今回のも大ファインプレーですよね。どこか昨日の梶谷と同じような流れがありましたが、キャプテンの気迫のこの守備。今シーズン、そして今日の投球割合、カットボールが今日は非常に多めになっていますが、岡本掴んだ、セカンドへ送って、これはセーフです。ただすぐさま伊豆口もリクエストを要求しまして、いやよく山本さん飛びつきましたね。はい、それとうまく打ってるんですけどね。はい、そしてこのセカンドダブルプレーかどうかというところで、これがアウトになりました。ジャイアンツ素晴らしい守備で堀田健心を救っています。3番の小園、ここはセカンド吉川落ち着いて送球、ワンバウンドになりました。ヘッドスライディング小園。気迫が伝わってきました。ただこの吉川のフィールディング、新監督が揃って交流戦の開幕戦です。さあこの打席栗原、セカンド競争になりましたが2アウトになりました。ゴロになった、セカンド吉川尚輝、伊豆口に送って一塁転送、一塁アウト、ダブルプレー、吉川尚輝のファインプレー。いや見事ですね。これもグラブトスじゃなかったらおそらくこういった形にはなってなかったと思いますから。
またインコースにズバッと行くという考えもありますが、ショートよく取った、門脇よく取りました。思わず拍手を送る山崎より。いやー、山本昌さん、いやー、今素晴らしいですね、反応ですね。ちょっとバウンド変わりましたよね。おそらくなんですけど、はい、今日は両チームの選手ね、グランドレベル行った時に、はい、めちゃくちゃ下が硬いと、跳ねるよっていうのは確認済みだと思うんですね、はい、ここは詰まった当たり、左対左というところで大江を起用。門脇、ここも素晴らしいプレーを見せました。いや、もう見事です ね、 そうですね。昨日のリプレイを見てる感じですよね。昨日も確かこの大江投手と対決した時にこのようなショートゴロだったような気がするんですけど、にしてもこれはね、ある程度の取ってからの速さだけじゃなくて、そのボールの強さも必要になってくるプレーなので、はい、もう本当にスーパープレーですよ、これ。いや、そうですね、はい。ちょっと中に入ってサード坂本アウトですね。捕球が認められています、アウト。サードライナー、三塁塁審カメラでご覧いただきましょう。まあ、しっかりと取っています。今シーズンも NPB と審判団協力のもと球審カメラに加えまして、一塁二塁三塁の塁審にもカメラを装着いただいて全審判カメラを実施しています。当然このあたりバッターとしての難しさ、ピッチャーとしての難しさ。あっと、坂本勇人素晴らしいプレーを見せました。するとね、やはり先頭バッターをアウトを取るかどうかというのはね、すごく大きいんですよね。やはりこう長野選手からするとね、自分の方に向かってくるような打球になりましたから、はい、早めにね、スライディング対戦入りながら、まあ、取ったという感じになりましたけどね。初回とは少しシチュエーションが変わってきていますかね、はい、さあその間はセカンドの横を抜けました。さあサルリアンが蹴った、さあホームどうだ、クロスプレー、ただ間に合って、ここはタッチアウトです。見事な守備生まれました。堀田を支えました。佐々木、広島打線0点に抑えています。キャッチャーの相澤がライト前へのヒット、これで二塁ランナーの田村が三塁を蹴りまして、ただライトのルーキー佐々木がこのバックホーム。いやー、解説の篠塚さん、この守備というのはどうご覧になりましたか。まあ、そうですね、もう余裕だったんですけど、やっぱりこれちょっとボールが逸れてしまうとね、もうセーフになる可能性があるんで、そうですね、ライトの佐々木君はナイスボールですね、はい、見事なバックホーム、先発の堀田を救うという形。マリナーズ時代にこの東京ドームではホームラン、これも高々と上がりましたが、センター萩尾バック、萩尾バックジャンプ取りました。一塁へ送球は村上が飛び出しているが、これは間に合います。いやー、尾形さん、いやー、萩尾の外野守備いかがですか。ナイスキャッチですね。もう本当に飛ぶタイミングが難しいんですよね、はい、それとこう飛ぼうとした時にフェンスにこう背中が当たったりすると、こうジャンプできなかったりする時もあるんですけど、もう素晴らしいタイミングで、その高さが出ないことがあるということですよね。これも捉えている、よく取りました。レフトの丸、ランニングキャッチ、ここは西舘を助けました。さあ初球を打っていって右中間だ、打球がタッチに飛んだ、ファインプレー。3年ぶり開幕戦で勝ち、さあ一塁が間に合った、開幕で勝ったにファインプレー。
飛び出しました。これもナイスプレーですね。ドンピシャリでしたね、はい、右中間抜けるかという当たり。いやちょっと東京ドーム内ざわめきと言いますか、余韻が残っていますが、この森下の逆方向の当たり、いやジャンプ1番もう篠塚さんのおっしゃる通りドッピシャリというタイミングでした ね、はい、ね、受けていればタイガース先制という中で3年ぶりの開幕スタメン、手術を乗り越え、育成契約も乗り越え、3年ぶりの開幕スタメンの梶谷が今年の開幕戦で素晴らしいプレーを見せました。阿部監督も帽子を脱いで称えました。